はい、うさうずチャンネルです。今日はね、少し前に、ね、孵化したね、こちらのうずらちゃんの、成長記録となります。もうだいぶね、この通り大きくなって、日々ね、触れ合いとか交流もしているので、まあだいぶ慣れてきてはくれました。1話で育ててるんでね、こんな感じで手にも乗ってくれるようになりました。いい子だ。これは本当に。で、今日はね、名前がね、決定したので、それも報告しようと思います。この子の名前は、うんちしたいいうんちだ、いいうんち。はい、この子の名前はうずらののぞみと言います。まあ、オスかメスかまだ分かんないんですけどね、一応のぞみという名前を付けましたね。はい、で、もうね、だいぶ大人になってきて、体格もね、だいぶ大きくなってきたので、もう心配はないかなと思うんですがね、オスかメスかまだ分かんないんですけど、どっちなんだな。メスならいいんですけどね、なんかオスっぽい感じなんかな、どうだろう。なんかでもこの辺の柄はちょっとメスっぽいかな、どうすかね。でもまあね、こんな感じで慣れてくれました。よかったね、のぞみちゃん。のぞみちゃんであってもらいたいんですけどね、ちょっとね、泣いてるような気もするから、のぞみくんかな、どうだろうな、ね、おいそう、もうね、ちょっとね、飛んだりもできるんですよ、少し。おいでおいで、いいかいいか、はい、そうなんですよね。まあこんな感じでね、大きくなってくれました。いい子なんですよめちゃくちゃいい子なんですよね、この子は。2はい、でやっぱり1話で育てると、ね、やっぱ違いますよね。この子に愛情をね、たくさんかけられるんでね、慣れてくれたんで。でまあね、最近やっぱうずら孵化させたいとか、TikTok の方からね、あの動画を見てくれている方も多くて、いろいろご質問いただくことが多いです。近々ね、うずらの飼育についてとか孵化についての動画もちょこちょこね、短編としてあげていこうかなと思うので、とっとっとと楽しみにしていただければと思います。はい、じゃあね、今日はこんな感じで孵化解除して生まれたうずらのね、のぞみがこんな大きくなったという動画となりました。はい、そんな感じでまたね、この子の成長記録上げていこうと思うので、よろしければチャンネル登録をして見ていただければと思います。今回もご視聴ありがとうございました。